タッチゴールドはアメリカ合衆国で生産された競争場及びアデナスタリオンでつなぎをされている主王馬である。半兄にウィズ・アプルーバルがいる。1996年はカナダのウッドバイン競馬場で走り、勝ったのは8月の競争場デビュー戦のみだったが、重賞競争初挑戦となったグレー・ビーシー・ステークスで3着、G1 競争初挑戦となったスウィン・フォード・ステークス。 では2着になるなどの構想を続けた。1997年、この年からデビッド・ホフマンズ級者に天馬屋し、3月の天馬屋初戦を制して、続く4月のレキシントンステークスでは、スモークグラッケンを相手に勝利して、重賞競争初勝利を挙げた。次は、クラシック競争第2戦目のプリークネスステークスに、挑んだが、シルバーチャームに敗れて4着だった。 続くクラシック競争第3戦目のベルモントステークスではシルバーチャームから3、4馬審査で先着し G1 競争初勝利を挙げた。その約2ヶ月にはハスケルインビテーショナルハンデキャップも制して G1 競争を連勝したが9月のペガサスハンデキャップでは4着、ブリーダーズカップクラシックでは最下位となる9着という結果に終わり、その後は休養に入った。 1998年、休養後は、パトリック・バーン旧社に、テム・マイア6月に、実戦復帰して、一般競争を制したが、続く、パシフィック・クラシックは4着、約2ヶ月後のファイエット・ビー・シー・ハンデ・キャップは2着、2年連続出走となった、ブリーダーズ・カップ・クラシックでは8着という結果に終わり、当年限りで競争場を引退した。1999年からアデナ・スタリオンで、 アネボバイリした。サンクは、北米を中心に活躍し、G1 競争を2勝したコンポジャーなどを輩出し、2004年のフォアゴーハンデキャップを制したミダスアイズなどが後継種母馬となっており、不景を残すことに成功している。日本にも外国産馬としてサンクが輸入されており、2003年にゲイリーリボルバーがサンクの中央競馬初勝利を記録している。 2007年にはフェラー・リピサが競合チャンピオンシップを制して3区が日本の重賞競争で初勝利を挙げるなど数は少ないが勝ち上がり率も高く日本でも3区は活躍している。ありがとうございます。